お楽しみ。なんだと思う？クルージング。ちょっとやめてよ、焦る。なんで船がいっぱいあるでしょ。あのね、乗り物の中で船が一番好きなの。水の都アムステルダムをクルージングするため、曽根さん水上タクシーをチャーター。オランダ水路の旅に出発。かわいいね。イエーイ。これいいね。いい、超いいよ。チャーターってとこがかっこいいよ。でしょ。町中に張り巡らされた運河が水の都オランダと呼ばれるゆえんなのです。あ、すごい、超綺麗、超かわいい。なんか、すごいセレブになれたっていうかね、なんかちょっといい気分になれたよね。これがね、七つ橋っていうの。七つ橋、ここからね、覗くと七つの橋が見えるの。ほら、1,2,3,4,5,6、ほら奥まで見える。見える。やばいよね。なんかさ、鏡と鏡が合わさって自分が超いっぱい見える時みたいだね。そう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 、それがさ、この橋できてんの。ゆっくりと流れていく、どこまでも続く歴史ある風景。夜中に入ったみたい。これぞ至福のひととき。いいな、ワンダ。うん、がかわいいよね。あの人たちがイチャイチャしてる。ずるい。ねえ、キスしたくなったらする。ひなのさん、クルージング終了。この後、優雅なディナータイムに不満爆発。もう二度とそれちゃんと食べてるのやめよう。もう二度とそれちゃんと食べてるのやめよう。なんで？太る。10人分ってどうなんだろう。いいよ、いいよね。次週、ギャル曽根さんの食欲全開。完食。稲野さんも泥酔トラベラーの本領発揮。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次週、ギャル曽根プレゼンツオランダの旅後編。念願のチューリップ畑の真ん中で稲野さんが愛の告白。一緒に住みたいです。次週も必見です。